昨日そのまま寝ちゃったんだ、また昨日そのまま寝ちゃんだった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 。朝になると毎回決まってちょっとぼーっとしちゃう時間あるのよね、一人で。毎回起きた、あ、起きたと思った時に10秒くらいずっとふーんってやる時間あるのよね、ちょっと自分。何一人ツッコミしてるの私。あー、ダメだダメだ。あー、大丈夫大丈夫。あ、今日仕事だったわよね、私。やだ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 、見たくない時間、やだやだやだ、どうしようどうしよう、完全に遅刻してあがる、これ完全に遅刻してあがるよこれ。なんで私バッグつけたまま寝ちゃったのかしら。え、どうしよう、やだ、嘘じゃないよねこの時間、やだやだ、嘘であれ嘘であれの時間じゃないこれ。どうしよう、とりあえず でもしよう、ノロウイルスにかかったことにしよう。うん、絶対これなら仕事いけないし、休もう。うん、休もう、これは。あ、お忙しい中失礼します。あ、田中です。あ、10代の方の田中じゃなくて、65歳の方の田中です。それは、声ちょっと10代っぽかったです。あ、それは違う。うん、はい。あの、ノロウイルスにかかってしまって、あ、はい。あ、すごく気持ち悪くて、さっきからずっと、はい、あの下痢とか嘔吐が止まらなくて、はい、あ、はい、あのだから休ませて、あ、ノロウイルス証明書が必要なんですか、医者からの。あ、休む場合はそれを次持ってくるまでに用意する。あ、じゃあいいです、あ、いいですとかじゃないですもんね。ノロウイルスはいいですとかじゃないですもんね。あ、そうなんですね。あ、用意しなきゃいけない、知らなくて、あの多分ノロウイルスっぽいなみたいな。ああ、医者に行ってから診断しろ。あ、それはそうなんですけど、それはそうなんですけどね。ノロウイルスのやつがこんな元気なわけねえだろ。いや、私、あの、病気でも元気をモットーに生きてるので、はい。嘘がバレバレ。あ、はい。あ、はい。あ、はい。わかりました。行きます。今から行きます。はい。申し訳ありません。嘘ついて。あの、冗談のつもりだったんです。すいません。なんか、今日4月1日だと思ってて。そしたら違いました。エイプリルフールだったりのに言ったら。あ、はい。すいません。すいません。はい。すいません。はい、失礼しました。はい、急ぎます。はい、急ぎます。変な嘘つかなきゃよかったわよ。もう行きづらいじゃない、すっごい仕事行きづらいじゃない。ノロウイルスってなんでそんな嘘ついたんだろう。田中、こら田中、本当にもうこら田中、もう行きたくないじゃない、こんな行きたくないよ、もう行きたくない。もうせめてメイク道具だけ持っていこう。もうすっぴんの外出たくないのに、もう、いや、もうまた電話なす、もう嫌いやねん、仕事嫌いや、もう。はい、もしもし、はい、あ、はい、あ、今階段降りてるとこです。はい、もう家出てます。はい、あと5分ぐらいで出ます。はい、はい、失礼します。はい。